とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しく出た装備を使っていきたいと思います。これですね。誕生と終焉です。黄金でリフレッシュ3。で、エンチャントが旋風衝撃波追い打ちですね。ボールはね、勇者か、ウィザー、どっちにしようか悩むんだよね。で、あと、アーティファクトも、ドラとキノコにしてるけども、虚無がついてるから、キノコはいらないのかなっても思うんだよね。まあちょっと、使ってみないとわかんないんで、行きましょうか。火力はまあある。火力はあるよ。どうだろうね。ウィザーの方がいいんだ。いや、しっかりとガードしていった方がいいから勇者の方がいいのかな。いやー、わかんない。ちょっと後半の方でちょっとウィザーに変えてみましょうか。で、攻撃速度もやっぱ霊気が来た時がかなり遅めになるので、キノコは入れてた方がいいか。火力は結構やっぱあるんで感じだけども、装備を悩むなぁ。ちょっと装備悩むなぁ。中に入ったらちょっとウィザーに変えてみようか。どうだろうね、まあ、そもそもポーションバリアないとここら辺は耐えれないと思うけども、勇者は全然良かったならば、ウィザーに変えてみましょうか。あ、で、矢がもう300本だから、ここも、機械仕掛けに変えて良さそうですね。機械仕掛けに変えていきましょうか。回復する?いや、過剰か?ちょっと回復過剰かもしれないですね。これなら勇者でポーションバリアをしっかり貼っていった方がいいのかな。まぁ、ちょっとショートカットなしで戦って、ちょっと調べていかないとね。ポーションバリアなしでも、あ、いけるには、攻撃食らってないからわかんないな。よし、OK。いやー、やっぱポーションバリアは必要かなだね。ポーションバリアないと急な大ダメージにちょっと耐えれそうにないので、はいはいはい。あー、でダメージもやっぱりドラを使っていかないとしっかりしたダメージは見込めないので、ドラは必須だね。で、どうだろう。アミュレットの方がいいのかな。ちょっとアミュに変えてみますね。そうすると防御力も上がっていい感じ。あ、なるほど。アミュレットとウィザーか。その組み合わせでもいいっていうことね。オッケーオッケー。火力にするか防御にするか、どっちがいいんだろう。行ってみよう。ダメージは、いまいちかな。あのね、攻撃速度が遅すぎる。確かに虚無でダメージはね、入るには入るんだけども、キノコ入れた方が火力は断然上がるね。キノコだな。で、ボールは今のところちょっとどっちでもいい感じですね。基本性能としてはやっぱりウィザーの方が高いんで、こっちでもいいのかな。敵がね、もう少しバーッと出てくるようなところだったら、あっちでも良さそうですけども、
普段使いだったらウィザーかな。で、高難易度のめちゃくちゃきついっていうところは、勇者の方がいいのかもしれません。まあまあ全然いい武器じゃないですか。使っていけてる。これ奥の方までちょっと行こうか。戻って奥を倒してどんな感じか。もうちょっと検証しておきたいな。このまんま装備でいきますね。やっぱね、リーチの短さっていうのはあるよね。リーチが若干短いので、いや結構短いわ。でドラがないとやっぱりダメージはそこまで入んないね。これアーティファクトセットはドラキノコが良さそうね。ドラキノコがいい。多分キノコなしじゃちょっと出ない火力が。そうかなるほどね。リフレッシュが発動がしにくくなるので、できれば衝撃波じゃない方が良さそう。終わりか。衝撃波と旋風で倒しても確かリフレッシュは発動しなかったと思うので、はいはい、まあまあそのためにはこの2つは入れなくてもいいのかな。ちょっと難しい武器ではあるね。ちょっと防具をちょっと考えさせられる感じです。でも強いには強い。火力はかなりあるので、強いには強いんだけども、慣れが必要っていう感じです。はい、それでは戻ってきました。今日はこれ使いましたけども、誕生と終焉難しいね。旋風衝撃波火力は出るけども、リフレッシュがちょっと発動しないこともあるので、これよりもクリティカルとかの方がいいのかな。ちょっと悩むところです。で、防具もウィザーがいいのか、勇者がいいのか、ここもちょっと微妙なところですね。で、この武器自体もちょっと戦い方に癖があります。癖がある。リーチが結構短いなので、もともとリーチの長いやつを使ってる人は使いにくいかもしれない。ちょっとこれはね、練習が必要だけども、慣れればいい感じになると思われます。なのでちょっと俺これ、今日から使って慣れていきたいと思います。はい、ということでまたやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。